皆さんこんにちは。こんにちは。今回は特別編で川先生に生出演していただいて、夏に気をつけることをいろいろ伺ってみました。それでは先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。年々ね、夏暑くなって、特に今年は早くから暑いですね。先生、私たちは夏に向かって気をつけることはいろいろあると思うんですが、はい、どんなことに気をつけたらいいですか？そうですね、夏になると虫が増えてきますよね。先日もキャンプに行ったんですが、本当虫だらけでした。虫に刺されると特に手術をした側の腕、これはひどかったらリンパ浮腫になってしまうという可能性がありますので、刺されないようにね、気をつけてください。まあ、当然かゆいのもね、嫌なんですけどね。では予防するには、虫よけスプレー、長袖の上着やアームカバーなどで予防したらいいですね。そうですね、ご自分の肌に合ったスプレーを使ったり、それからきつすぎない、腕を締め付けすぎないようなアームカバーをしたりということでね、しっかりと虫刺され対策をとっておいてくださいね。それから刺されてひどい場合には、早めにね、担当医の先生に見てもらいましょう。先生、これから紫外線が強くなるので、日焼けにも気をつけた方がいいですよね。そうですね、真っ赤に腫れるような日焼けをすると、特に手術を受けた側の腕ですね、その真っ赤になるほどの、日焼けを受けると炎症が起きて、それが関係してリンパ浮腫になることがありますので、注意が必要になります。それから紫外線を浴びすぎると体力が低下したり、免疫力も低下するということもありますので、抗がん剤治療中であったり、それから手術をして間もない方は特に気をつけてください。ところで先生、私はガーデニングなどが趣味なんですけど、何か気をつけることはありますか？とても素敵な趣味ですよね。ガーデニングの時には手術を受けた方の腕の虫刺されや怪我に注意してください。怪我をしたらすぐに消毒して、ひどい時にはね、皮膚科外科などで見てもらいましょう。ガーデニングする時には手術を受けた方の腕、特に手袋をして、ゴム手袋をしておきましょう。それからどうしても長時間ね、根を詰めてするようになると思うんですが、休み休みね、行っていきましょう。患者さんからいくつか質問をいただいているのですが、よろしいですか？はい、もちろんどうぞ。一つ目は、術側は虫に刺されたところや傷の治りが悪いような気がするということなんですけれども。そうですね、手術や放射線の影響によって、虫刺されの後、傷の治りというのがですね、やはりリンパの流れが悪いような時には少し、その治りが悪くなってきます。ですので、あまりひどいような場合、これはすぐに処置してもらった方がいいこともありますので、注意しておいてくださいね。ありがとうございました。2つ目なんですが、手術をした方は汗をかかないという患者さんもいらっしゃるんですが。そうですね、手術をした後に放射線治療を受けた方、こういう方は放射線によって汗をかく腺、汗腺というところが放射線によるダメージを受けて汗をかかなくなってきます。そうすると、汗をかかないと熱が逃げなくてですね、夏場は特に熱がこもって、乳房が炎症を起こして真っ赤になってくるということがありますので、そういう場合は冷やしたり、それから、
主治医の先生に見てもらったりということも必要になってきます。ありがとうございました。最後の3つ目なんですが、畑やガーデニングをした後、術後の腕がむくむという患者さんの声もいただいたんですけれども、これもリンパの流れが悪い場合ですね、長時間あまり行っていたり、それからもしかしたら日焼けの影響もあるかもしれません、そういったことでむくんでくる場合ありますので、できるだけ休憩を入れながらしていくということと、むくんできたなと思ったら、通っている施設に連絡して一度見てもらっておくというのが非常に大事になります。ありがとうございました。自分で小さなことでも気をつけながら生活していくのが大切なのですね。先生、今日は本当にお忙しい時間をいただき、いろいろとありがとうございました。ありがとうございました。ただいま次回の企画を話し合い中です。これから暑さが厳しくなりますが、体に気をつけてお過ごしくださいね。